岡崎城に戻ると。されど岡崎城には今川の城代がおる。いかがしたものか。むむ、城代が出てきた。城代が城を捨てて今川領に逃げていきおる。城代が織田軍を恐れてか逃げおった。捨てた城ならもらうとしよう。城は取ったが勝ちに乗じて織田軍が攻めてくるやもしれぬ。いかがいたすか。ご安心めされい。殿はこの忠勝めがお守りいたす。申し上げます。織田軍より使者が参られました。なんと、戦に勝った織田軍が何用かのう。まずは入られよ。話を聞こう。失礼いたす。信長公はこちらと吉見を結びたく、清洲城にてお会いしたいとのこと。何、敵の城まで来いというか、騙し討ちにする気であろう。待て、信長公には人質時代に命を助けられた恩もある。この話承知いたそう。母、信長殿には幼少の頃世話になった。今はどうなられたかの。そなた道中の警護を頼む。ご安心召されい。殿はこの忠勝めがお守りいたす。その後しばらくして元康は清洲城の信長のもとへ向かった。殿は幼少の頃の仲を信じておられるようですが、油断はなりませんぞ。分かっておる。まずは会って判断する。そちはしっかり警備いたせ。よく来られた、竹千代殿。今は元康殿じゃったか。懐かしいのう。元気にしておるか。お懐かしゅうござる、吉法師殿。いや、今は信長殿でしたな。まずは見せたいものがある。射的場に案内いたそう。母。これは種子島という異国の武器での。これで的当てをいたす。種子島は知らぬが、的当てなら拙者のお箱。まずはそれがしが。この忠勝の技量のほど、とくとご覧くだされ。ふん。どうでござろう。これが忠勝の技。お見事。では、種子島をお見せいたそう。そなた、準備をいたせ。母。ははは、なんだその学校は。それでは武器を投げられまい。撃て。いやいや、音で的が壊れた。音ではござらん。火薬で鉄の塊を飛ばしたのじゃ。されど鉄も何も見えませなんだ。目に見えぬ速さで鉄が飛ぶのじゃ。鉄が見えぬ速さで、さようなことは。それが種子島、またの名を鉄砲。のう、竹千代殿。これからはこういった武器の時代となる。それがしとそなた、協力して天下を取らぬか。吉法師殿はしかと将来を見据えておるようじゃ。よろしい、お互いに協力して天下を太平に導きましょう。うむ、同盟成立じゃの。当面の敵は武田信玄。いずれそなたの領地に攻めてこよう。確かに、その際は援軍をお願いいたす。わかり申した、できる限りの援軍を送ることといたそう。その頃、甲斐の武田信玄は天下を統一すべく京都を目指していた。そのため武田軍との戦が始まろうとしていた。